皆さん、こんにちは。今回はかの有名な中島健人さんの結婚疑惑について徹底的にご紹介していきます。その甘いルックスと王子様のようなキャラクターが魅力的で、女性ファンに大人気の中島健人さんですが、出演した番組では20代で結婚したいと発言し、さらには同じセクシーゾーンのメンバーである佐藤勝利さんの熱愛報道でファンの不安が広まっています。1月22日放送の日曜日の初耳学の出演時に結婚を匂わせるような発言を繰り出し、女性ファンをドン引きさせてしまったようです。木村先輩が20代で結婚したことを話していたな、ケンティーも考えてるのかなとふと思ってしまった。ケント君、結婚意識してるよね。ケント君、婚結なんてワードをそんな頻繁に出さないで。結婚したいの、アイドル辞めたいの、今はまだ結婚なんてしてほしくない、など20代での結婚に反対しているファンがほとんどで、結婚や交際を匂わせる発言をする中島健人さんに対する批判も殺到しているようです。20代で結婚したいと発言していた中島健人さんが30歳を迎える2024年3月までに結婚する可能性は極めて高いですよね。そんな彼の歴代彼女、結婚候補は誰なのかについて順を追ってご紹介していきます。まずは歴代彼女から。中島健人さんはこれまでに目立ったスキャンダルなどはないものの、女優さんやアイドルなど主に共演者の女性たちと熱愛の噂がありました。これだけイケメンで女性にもスマートで優しいレディーファースト主義の中島健人さんなら女性たちがほっとくはずがありませんね。早速過去に彼女だと噂された女性たちを時系列で一人ずつご紹介していきます。一人目は峯岸みなみさんです。中島健人さんとは2009年のドラマ恋して悪魔ヴァンパイアボーイで共演したことががきっかけで熱愛の噂になりました。 AKB48 で主要メンバーだった峯岸みなみさんですが、連絡を取り合っていたと噂されていたみたいです。しかし実際は峯岸みなみさんの片思いで一方的に中島健人さんにアタックしていたそうです。二人の目撃情報やスクープなどはされていないため、熱愛は噂止まりでした。二人目は橋本七海さんです。2013年に放送されたドラマバッドボーイズで共演し、中島健人さんの恋人を演じていました。乃木坂46のメンバーも一人でもある橋本七海さんですが、熱愛報道のきっかけとしてカップルとしか言いようのないプリクラの写真の流出です。しかしこのプリクラはドラマの中で撮影されたもので、なぜかプライベートのプリクラと勘違いされたようです。実際交際という噂はデマ情報でした。3人目は広瀬アリスさんです。2014年公開の映画銀のサジでの共演がきっかけで交際の噂となったそうです。映画では主人公とヒロインという関係で仲の良さそうな姿がたびたび見られたようです。中島健人さんと広瀬アリスさんとはプライベートでの交流があるようで、2020年1月18日放送のメレンゲの気持ちに広瀬アリスさんが出演した際に、中島健人さんと大の仲良しであることを公表していました。中島健人さんが出演していたぐるナイでも広瀬アリスさんが友人として VTR 出演にするなど仲が良いようですが、プライベートでの目撃情報がないことから友人関係というだけで交際までは行っていないようです。4人目は小松菜奈さんです。2016年映画の黒崎くんの言いなりになんてならないで共演しています。映画の中でキスシーンがあったり、撮影の現場での2人の仲の良さから熱愛なのではと噂されたみたいです。しかし共演者みんなで仲が良かったらしく、実際に2人が熱愛していたことはなさそうです。5人目は七瀬いずみさんです。アイドルグループとして活動されていた七瀬いずみさんですが、 SNS への書き込みにより中島健人さんと交際疑惑が生じました。しかしその書き込みは七瀬いずみさんが一方的に中島健人さんとの交際を言いふらしていただけであって、
一時期 SNS 上の噂になっただけとのことでした。中島健人さんからしたら良い迷惑ですよね。6人目は平祐奈さんです。2017年の映画未成年だけど子供じゃないで夫婦役として共演していました。熱愛と噂されるきっかけとなったのは、平祐奈さんがインスタグラムのストーリーでバラのマークや中島健人さんのメンバーカラーの青色のハートマークを投稿をしていたことで、匂わせなのではと噂されていたようです。しかし2人の目撃情報がないことから、インスタグラムの匂わせ投稿は番宣だったのではとも言われています。7人目は芳根京子さんです。2017年の映画心が叫びたがっているんだで共演したことがきっかけで仲良くなり、映画終了後も芳根京子さんが公式ブログで中島健人さんのことをジマさんとあだ名で呼んでいたため、特別な関係なのではと疑惑が生じました。また公式ツイートで芳根京子さんがクレープを食べている写真をアップした数日後、中島健人さんの公式ブログでクレープ持つと女の子ってめちゃめちゃ可愛くなると投稿していたことが分かり、健人さん側が匂わせをしたのではと言われ話題となりました。しかし2人の目撃情報やツーショットなどが撮られたこともないので、仲の良い共演者泊まりの関係であった可能性が高いと思われます。8人目は福原遥さんです。2017年1月に放送された林先生が驚く初耳学で共演した際に、2人が仲良さそうに話す姿や目が合って恥ずかしそうにそらす姿が目撃され、ファンの間では交際が疑われました。しかしその共演時の疑惑のみで、2人の目撃情報などは一切ないことから、意識していた仲だっただけだとなり、熱愛の疑惑はデマ情報のようです。9人目は中条あやみさんです。2018年の映画ニセ恋で中島健人さんと共演し、番宣や雑誌でのツーショットの距離が近かったことで親密な関係なのではと言われるようになりました。中島健人さんが中条あやみさんのことをポーリン、あやみさんのファーストネームで呼ぶなど親しい関係であることで疑われました。しかしこれも2人の目撃情報などは一切なく、報道もないため、熱愛の可能性は低そうです。10人目は橋本環奈さん。2018年にぐるナイのゴチになりますのコーナーで中島健人さんと同時期にレギュラーを務めており、番組出演時の2人の仲の良さからお似合いと世間を騒がせました。しかし2人が交際しているという証拠は何もなく、単なる仲の良い共演者で熱愛は噂のみだったようです。最後に12人目は一般人の女性です。真宙さんという方と岸藤鈴蘭さんの2人との熱愛の噂がありました。まず真宙さんですが、中島健人さんと結婚を約束するようなラインが流出したため交際しているのではと噂になっていました。しかし真宙さんが後日、LINE や SNS の投稿は全て嘘だった、中島健人さんに彼女がいるように見せかけたと SNS のアカウントを偽装していたことを告白したため、交際の疑惑は嘘だったことが判明したため、これは熱愛ではありませんでした。次に岸藤鈴蘭さんですが、雑誌ブブカでミルクティー色のロングヘアで鼻のヘアピンをつけた女性が中島健人と手をつないで歩いていたという目撃情報が掲載されたようです。しかしそれ以降の目撃情報やスクープなどはなく、岸藤鈴蘭という女性自体存在しなかったのではという説も上がっていたため、噂の信憑性はかなり低いと言えます。以上が中島健人の歴代彼女と噂された12名です。一方的な匂わせもありますが、何人もの女性との熱愛があるほど中島健人さんはモテモテなのでしょうね。ここで中島健人さんの好きなタイプをご紹介します。ジャニーズの次世代王子とまで言われるほどファンに対して甘い言葉をささやく中島健人さんですが、果たしてどんな女性がタイプなのか気になりますね。では早速
外見の好きなタイプからまとめていきます。清潔で爽やかな女性、サラサラストレートヘア、足が綺麗な人、足フェチ、細いよりもぽっちゃりの方がいいとのことです。やはり自分にストイックなだけあって、相手の容姿にもこだわるようですね。続いて内面の好きなタイプをまとめていきます。スーパーポジティブな人、料理上手、他人の悪口を言わない、美意識の高い女性、年上の上品な女性とのことです。最近は特に年上の女性の方が好みらしく、映画パラサイト半地下の家族に出演していたチョヨジョンさんがタイプで、中島健人さんはめちゃくちゃ可愛いと絶賛していました。自分磨きを怠らない健人さんだからこそ、美しくなる姿勢を持った女性が好きとのことです。このタイプに当てはまっている女性である小芝風花さんとの熱愛について、ここからは徹底解析していきます。二人の出会いは、彼女は綺麗だったで共演を果たしたことがきっかけであり、撮影現場でとても仲良しな姿を目撃されています。ではここからは小芝さんと健人さんの数々の匂わせについて順を追って説明していきます。1. 中島健人が風花呼び。2021年ドラマの取材でお互い、ケンケン、小芝と呼び合っていたことが話題となりましたが、健人さん自身は恋愛に奥手であるため、気のある女性を風花ちゃんなどと呼ぶ可能性は極めて低いとされています。 2. バラエティ番組でイチャラブ。2021年の番組で出演した2人があまりにも仲が良かったことから、出演時の共演者からデートの最中なのと突っ込まれたほどです。ドラマではラブラブな役柄だったため、熱愛が出ても無理はありませんね。 3. 小芝風花さんは中島健人にちょっかいを出していた。ドラマの出演の合間に小芝さんは健人さんにしばしばちょっかいを出すことがあったそうです。小芝さんが健人さんの後ろから大きな声で驚かすなど、二人の仲の良さが垣間見えますね。 4. お互いにお菓子をプレゼント交換。ドラマ撮影中に小芝さんが口内炎ができてしまったことがあり、ケントさんがその際2種類の薬と治ったら食べてねというメッセージを添えてプレゼントしたことがあったのだとか。その後小芝さんはケントさんにお返しの意味を込めてチョコレートやお菓子がいっぱいに詰まった大きなビニール袋をプレゼントとして渡したのだそうです。5. 撮影終わりをガン待ち。ケントさんはドラマの撮影中に小芝さんよりも撮影が早く終わってしまった日には、小芝さんの撮影が終わるまで待っていたということもあるらしいです。まるでカップルのすることですよね。このように小芝風花さんと中島健人さんの仲は熱愛と報道されてもおかしくない状態ですね。小芝風花さんの彼氏は8人と健人さんに比べては少ないようです。また小芝風花さんの所属するオスカープロモーションは25歳になるまでは恋愛禁止という噂がささやかれていました。しかし鈴木副社長は、本当はそんなルールはないとオフィシャルな規則ではないと説明。ただ有名になりたい、お金も欲しい、彼氏も欲しい、そんな甘い世界ではない、この世界で頑張っていこうと思っているのなら、そういう気持ちじゃダメだよという話をしていたのが、そういう話になったと答えています。厳密に恋愛を禁止しているわけではないですが、芸能界という厳しい世界だからこそ、鈴木副社長の言い分は確信を得ているかもしれませんね。小芝風花さんは1997年4月16日生まれなので、2024年で25歳を超える年齢ですね。このことから小芝風花さんは事務所の掟を守り、真面目に仕事と向き合っていたことがわかりますね。同時に2024年からは恋愛をしていく年かもしれません。ここで小芝さんが結婚相手に求める条件を2つご紹介します。1つ目は経済力のある人です。あるインタビューで小芝さんはこう答えています。経済力は大事。いろんな人、先輩から話を聞くので、本当に好きな人でも
お金が続かなかったら続かないと回答しています。そして2つ目は育児に協力的な人です。小芝風花さんは育児をしながら芸能活動をしていきたいと話しており、旦那さんはもちろん家事を分担してイクメンパパであることは必須のようです。中島健人さん、小芝風花さんの2人の熱愛は可能性が高いわけでもなく、かといって低いわけでもないようです。しかし20代で結婚したいと言っている中島健人さんは2024年で30歳となり、同じく2024年では事務所の恋愛禁止が解ける小芝風花さんの2人の結婚は極めて否定しづらく、むしろ可能性がとても高いと言えますね。いかがでしたか？今回は中島健人さんの結婚疑惑について徹底的にご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。